はい、どうも小山です。今日も忖度なしで本音でご質問に答えていきたいと思います。それでは早速今日のご質問です。はじめまして、いつも動画を拝見しています。質問なのですが、今回の動画でミスノートを作成しないとのことですが、担当試験当日休憩時間中学習を行う際にどうされていたのか教えていただきたいですという受験絡みのご相談になります。で、これちょっと先に経緯話さないと分かんないと思いますんで、僕がですね、受験に落ちるワースト5という動画でですね、まあ何個かあるんですけど、まあ結論のうちの1個でですね、自分で勉強していることに酔ってしまっている人っていうのはこれ注意だよっていう動画を上げました。で、さらにですね、この公認会計士試験でいうと、よくミスノートを作ってですね、自分の間違った論点を書く人がいるんですけど、僕結論これやめた方がいいっていう動画になったんですよ。で、何かっていうと、このね、公認会計士試験っていうと、本当にめちゃめちゃ範囲が広いんですよ。で、もう受験期間はね、短いんで、この限られた時間で、この圧倒的な量をこなさなきゃいけないって、もうめちゃめちゃ厳しいレースなんですけど、っていう時にですね、王道は、もう自分が慣れ親しんだテキストですね、もうタッグとかの、自分が決めた予備校のテキストをひたすらやる。あとは答案練習。もうこれだけでいいんですよ。もうこれをひたすら回す。もう誰よりも早くそれがアウトプットできる。正しくですね。っていうのを練習する、まあこれ試験なので、これでですね、ミスノートっていうのを作ってしまうと、さらに答案練習テキスト、ミスノートって言ってまた教材が増えちゃうんで、これマジでやめてくれっていう話をしました。なんでこの方は多分ミスノートを担当式試験に持ってきたかったんでしょうね。なんでじゃあ俺ミスノート取り上げられたからどうしたらいいんだっていうご質問だと思いますっていう感じで、復習なんですけど、改めてこの動画で言っておきます。ミスノートはいりません。もう作んない方がいいと思います。で、僕の周りでも友達で10人ぐらいね、一緒に頑張ったメンバーいるんですけど、ミスノート作ってる人誰一人もいませんでしたね。で、特に僕ね、2年目って成績優秀者、偏差値70で、タッグ京都校だったんですけども、常に1位で、全国的にも1桁とかランキング統連取ってましたんで、全国統連でも92位かとか取ってましたんで、もう偏差値も69とか70とか、過去動画ありますんで、全部のね、僕の答案練習を振り返るっていう、もう全てオール A です。総合評価 A 以下取ったことないんで、はい、全てオール A で、まあ多分正しいと思うんで、で、僕もともとスペック全然高くないんで、もう高かったから同志社大学を必死に行ったようなスペックですし、論文式2回かかってるんで、一発合格じゃない、天才じゃないって分かってもらえると思うんで、なんで勉強方法としてはだから王道で行ったと思うんですよね。天才じゃないんで誰でもできるようなやり方でしたと思うんで、ぜひ聞いてみてください。では早速ね、改めてミスノートはいらないと思います。で、なんでかっていうと、もう繰り返して教材増やしちゃダメです。なのでミスノートはまだまだまあまあまあですけど、頑張ったんだね、まあ考えたんだけどそれやめた方がいいよって言えるんですけど、新しく本屋に行って公認会計試験の勉強のテキスト買ったりですね、タックに通ってるのに他の予備校のテキスト買ったりですね、もうこれマジ絶対やっちゃダメです。なので限られた時間で、もう膨大な範囲でも、それは予備校がこんだけやればいいよって言ってくれたのを完璧にやればですね、まあ試験受かりますんで、まあぜひね、それだけをやる。ミスノート改めていらないです。キーワードとしては自分に酔っちゃダメ。ミスノート作ってる時ってなんとなく勉強してる気になるんですけども、やっちゃダメ。じゃあどうすればいいんだって言われると思うんで、まあ前回でもね、動画解説したんですけど、また改めて復習します。じゃあ僕流ではですね、どうしたかっていうと、じゃあミスは当然あります。で、この試験はね、ミスを潰していって相対評価、いわゆる競争評価ですね。全員の中、ピラミッドの中でトップに入っていく。自分がミスしたところはライバルを潰してきますんで、それを自分を潰さなきゃいけないっていう試験なので、どうしたかっていうと、僕は言った通り、最終的にはテキストだけで、担当式、論文式に行けばいいと僕は思ってますんで、もう最終的に心のよりどころはもうテキストだけです。なので、テキストに全情報を集約してしまってですね、で、それだけ見れば自分は総復習できる。何回回しても全ての情報が詰まってますんで、復習できるっていうふうにやるのが僕は理想だと思ってます。なので僕どうしたかっていうと、ミスはミスノートを作るんじゃなくて、そのテキストの科目のところにですね、書いてしまう。例えば減価償却をミスったんだったら、その減価償却のテキストのページに、こういう問題が出たからこういうふうに注意しろとかですね、こういうふうにやったらうまく解けたとかですね、っていうのを書いとく。で、ただですね、それも、まあ、ちゃんとテキストにですね、書きまくっちゃうとスペースがなくなっちゃったり、あとはもう覚えたからもういいよっていう論点も出てくると思うんですよね。まあ最初は間違ったけども意外に簡単だったみたいなあると思うんで、僕はさらにプラス1で付箋ですね。僕の場合 3M の貼れる付箋ありますよね。あっこにまず書くんですよ。で、あれもね、限られたスペースに自分がインプットしたことをアウトプットするってまず練習になりますし、それをテキストに貼ればですね、覚えた後はそれをペッて剥がして捨てちゃえばいいんで、テキストはまた元通りになりますよね。で、逆にですね、上級講義入った時にまた間違えて、上級の講義で間違えたミスを貼れますんで、テキストをカスタマイズできるっていうのがあるので、ポイントはテキストをカスタマイズしてください。もうテキストはですね、もう汚すためにあるし、もう自分のね、心の拠り所にいかに仕上げるのかっていうのが本番の試験でも超重要です。理由はですね、もう最後って本当にもう自分がどこを頼っていいかっていうテキストで、テキストは完璧だっていうと何がいいかっていうですね、もう自信になるんですよ。もう俺はここのテキストだけはもう絶対誰も負けないと、で、これは俺だけのテキストだと、もう全ての情報が詰まってると、で、これだけはちゃんと俺がやったんだから、これ以外に出たってことでもう捨てもんだし、まあ、相対評価なんで、ね、点数振られないですし、もう俺は悔いはないっていう風に割り切れますんで、ぜひね、これテキストカスタマイズっていうのを心がけてください。
これがミスノートを作らない理由になります。では早速ね、本題、じゃあどうすればいいんだって、次ね、ミスノート取り上げられちゃったから僕はどうしたらいいんだっていう点に関して、まあお答えしていきます。で、まずですね、休憩時間中にはもう見るのはもう大きくて2つです。さらにですね、もうそのほとんど占めるのがまずテキストです。もうテキストだけでいいです。もう監査論、企業法、管理会計、財務会計、財務諸表論。まあこの科目しか出ないですよね。っていうのをテキストまず持っていきます。で、次のね、科目の前に、まあ、言っても1時間ぐらいしかないんで、まあ、それをペラペラめくるという形になってきます。なので、もう究極まずね、大きな前提として、担当式試験当日に新たなインプットだったりですね、新たな科目を勉強しようと思ってるんだったら、もうこれ大きな間違いです。担当式試験本番はですね、もう今までやってきたものを吐き出すだけです。で、その吐き出す直前にですね、まあ、総復習がペラペラペラとできれば、まあ、自分の中でね、知識が、まあ、アウトプットしやすい状況になるっていうだけなので、さらにインプットするっていうのはまずありえないです。そういった思考をまずやめてください。なので、今まで学んできたテキストを持ち込んで、あ、こうだった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 っていうふうに、できるだけアウトプット一歩手前まで持っていって、実際答案練習で吐き出すっていうような、もう状況に、上げていくだけなので、あんまりね、そういった視点でやらないようにしてください。っていう意味でテキストを持っていきます。大きくはそれでいいと思います。もう時間もないんで。で、もしね、持っていきたい当練があるんだったら、例えばね、ハイライトで引っ張ってですね、自分のなりにまとめて持っていけばいいんですけど、もうそんないらないと思います。もうテキストだけに割り切った方が僕はいいんじゃないかなと。あとはですね、ごめんなさい、テキストって言っても、多分先生によってはレジュメ配ってくれる人もいると思うんで、テキストプラスレジュメぐらいですね。で、なんで当練持っていかなくていいかっていうとかっていうと、特に計算編はそうなんですけど、もう解いてる人はないので、まあ、そういった意味では、先ほど言った通りテキストだったり、テキストに答案練習のね、もう挟んどいて、いつも言ってるんですけど、僕はでも時間が超重要なので、どうしたかっていうと、例えば原価償却機械1000万のものをですね、期末3ヶ月前に買いましたって言ったら、もう例えばですよ、1000万 ×0.9 割る5割る12分の ×3 じゃないですか。っていう意味で、もうそれを計算式書いとくんですよ。で、それを見る前に、そういう小問題が出た場合に、自分の中でパッ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 と今の風に考えると、1000万 ×0.9 割る5 ×3 割る12ってやっちゃって、もうピャッて見て、あ、その通りの計算式書いてあると、あ、そうだよねっていうだけでいいと思うんですよ。それをですね、自分でまた一からですね、計算式書いて電卓叩いてるっていうと、時間のロスなので、まあ、最悪パン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 と電卓叩いて検算するのはいいんですけど、あんまりやりすぎも注意ですかね。もうそこでそれをやってる時点でもう準備不足なんですよね。っていう意味で、もう確かめるだけがおすすめですと。当日、そうですね。まあ、時間本当にないんで、そんな感じで、究極は、まあ、先ほど言った通りもテキストですよ。テキストに全情報を書いておいて、もうイメージですけど、もうパラ、パラ、パラ、パラっていう風にめくって、一冊だったら一冊終えて、あ、もう大丈夫って言って、まあ、テスト本番を迎えるっていうのが一番理想ですね。で、まあ、一つあるとしたら、そのパラパラめくる効率化のためになんですけど、僕はですけど、例えば、減損とか減価償却ってテキストの招待ページで、大体テキスト1ページ使われるじゃないですか、まずね。で、その中身見ていくと5ページとかで減損書いてあったりはするんですけど、僕はですね、減損っていうタイトルページに付箋だったり、4ページだったり5ページ読んで、自分の中の理解をバーッとサマリーでもう1ページに書いておくんですよ。で、書いておけば、ペラペラペラでいきますんで、そういうふうにね、ぜひ自分の理解が正しいかすぐアウトプットできるかっていう意味で、まずサマリー作っておいてください。本番でそれをペラペラめくっていくだけにすれば、めちゃめちゃ効率よく回せますし、担当直前のね、4月とか3月にもそれができてるとですね、まあ、僕みたいに何回でも回せますんで、もう1日1冊回せるようになると思いますんで、めちゃめちゃおすすめです。毎回毎回ご丁寧に解いてる場合じゃないんでね、ぜひ過去動画ありますんで、計算の簡略化、計算式書いといて、検算スタイルっていうのが一つおすすめだよと。暗記科目、理論科目に関しても、章題とかにですね、もう自分でさまっておけばですね、まあ、その理解っていうのが確かめるだけで済むと。もう章題見ただけで、まあ、僕はバーって頭の中で思い浮かぶんですよね。まあ、未だに実現主義の定義が言えたりするっていうのも最大例なんですけど、まあ、そんな感じでやっとくとかで、まあ、せっかくなんで、なんでそれするのかって、まずメンタル的な話をします。担当式試験ですね、まあ、論文でもいいんですけど、まあ、試験本番です。で、まずメンタルの話をすると、この試験っていうのは何回も言うんですけど、もうめちゃめちゃ範囲広いですって感じ。範囲ないんですよ、もう試験員のこと言い出すと。もう個性もありますんで、っていうと、まず一つはタックだったり予備校にまず乗っかるんですよね。もうこれは皆さん間違いないと思います。なので、せっかく乗っかったんだったら、もう信じるしかないんですよ。もうそこで与えられたテキストと答案練習だけをまずバイブルにしてください。ライバルもそうなんで、それなのに自分だけ抜け駆けしようと思ってテキストを買ったりですね、新しい答案練習どっかに受けに行ったりするからですね、そのタックとか大原でちゃんと学んだだけのライバルに負けちゃうんですよね。なんでかっていうと、その濃さが違うんですよ。そのライバルは担当式とそのテキストの答案練習だけをひたすら解いてますんで、それは比較的量をこなして頭に入ってるんですよね。それはあれもこれもミスノートとかこれやるから、浅い知識になってしまって本番に出せないってなりますんで、まあ、何が言いたいかっていうと、何回も言うんですけど、与えられたテキストと答案練習だけをひたすら完璧に回します。何回回してもいいと思います。もうひたすら自分が趣旨を理解できて、さらにそれをアウトプット表現できるかっていうのをひたすら突き詰めてください。で、これができると何がいいかっていうとですね、確かに本番ではですね、突拍子もない問題出ます。聞いたこともない、見たこともない、もしかしたらあるかもしれないです。
ただ何か言います、これ相対評価なんで、そこができててもですね、みんなが取れてる問題ができてなかったら、これそっちの方が点数低いので、必ずそんなことはせずに、ただですね、これが捨て問なのか、先ほど言ったと絶対取らなきゃいけない問題なのかって、どうやったら分かると思いますか。これは何かっていうと、自分がテキストが完璧に入っているとですね、その選別ができるんですよ。あ、これ絶対取らなきゃダメな問題、あ、これ見たこともない、この俺でも見たことない問題、はい、これ後でっていうふうにですね、この究極の試験のマインドセットっていうのが、なんでテキストと答案練習だけを回せって言ってるかっていうと、その問題の取捨選別ですね、解く問題、解かなくていい問題っていうのを、これ瞬時に判別しなきゃいけませんので、それはやっぱり自分がこんだけ限られた範囲を完璧になってきたっていう自信がないとできませんので、そのために僕は言ってますと。はい、まず精神論で、じゃあ実際テスト本番、このノウハウを話します。まずですね、まあ、これ全テスト一緒だと思うんですよ。大学受験もそうだし、TOEIC もそうだと思いますし、このね、会計試験、他の資格試験も一緒だと思うんですけど、まずね、担当試験も論文試験でもいいんですけど、テスト配られたら、で、始めって言われたらですね、いきなり頭から解く。これダメですよ。まず、パーッと見るんですよ。で、先ほど言った通り、このテキスト、答案、練習だけをひたすらやってきた人って、まず、その中でですね、まあ、よく管理会計で学んだ ABC 管理をしてみてください。パーッと見て、あ、これ A、A は解かなきゃダメな問題です。B は微妙、もしかしたら応用で解けるかもしれない。C、もう見たこともない、もう見当もつかない。まあ、こんな感じで ABC 管理してください。で、もうテストは当たり前なんですけど、絶対受かるようにできてますんで、A と B 解ければ、7割、6割取れるようになってますん で、C はもうプラスでしかないです。まず A と B を見つけに行ってください。で、バーって見ますよね。で、あ、A、B、あ、これ B、あ、これ A、これ A っていうふうに、まず見ますよね。で、やっぱそれはね、最初テキストの自分の範囲が分かっているからです。で、まず A から潰していきます。A からね、絶対解かなきゃいけない問題、絶対正解しなきゃいけない問題。で、次に絶対時間余りますんで B を解いてください。B はもしかしたら意外に筆を走らしてみたら、あ、応用というかですね、あ、全然意外にこれいける知識だ、知識でいける問題だってなると思いますんで、それ B を解いていく。まあそれはね、 B は正直言って6割7割かもしれないですよ。まあ応用編なんでね。でも解いていく。まあ本番の緊張もありますし。で、最後それでも時間が余ったら C です。C はもしかしたら解けるかもレベルですね。か、もしかも全然わかんない。でも、意外に読んだら常識論で解けるって問題もありますんで、まあやってみる。まあ特に担当式ってマークシートじゃないですか。まあ4分の1当たりますんで、まあそれでもね、ちょっと確率上げるためにやっていくと。で、C も終わりましたっていうと、また A と B にまた見直しの時間を当てていくんですよね。まあそういう感じで、これ何かっていうと、皆さんね、公認会計士になりますよね。で、監査しますよね。で、監査やるときって、これリスクアプローチって超重要なんですよ。で、リスクアプローチっていうと、リスクに対して重点的にね、手続きを、まあ、当てていくっていう方法なんですけど、この、まあ、テストはですね、まあ、リスクというかリターンですね。リターンに対して、もう当然です、テスト取っていかなきゃいけないんで、時間と労力を割いていくっていう勉強になりますんで、まあ、監査論っていうのはですね、意外にここに役に立つので、まあ、リスクアプローチじゃなくてリターンアプローチですね。どうやったら点数を拾っていけるのかっていうリターンにフォーカスして ABC 管理をしてってですね、まあ、これ管理会計ですよね。はい、っていうので A を解く、で次に B に時間を当てる、で最後 C ちょっと試しにやってみると、で最後それを解けたらやっぱり見直しは A からやっていくべきですね。絶対落としちゃダメなんで、意外にね、計算ミスしてることもあると思うんで、ああ、ダメダメと思って直していくと。で、次 B、C。こういう感じで、まあ、監査論のリスクアプローチ、リターンアプローチですね。あと、管理会計の ABC 管理。まあ、こういう感じで、意外にね、担当者も解いていきますんで、まあ、この勉強はね、意外に実務だったり、こういう知恵ですよね。これは、先天的な IQ ではなくて、テストに対する、まあ、ノウハウというか、まあ、ハック的な部分もありますんで、こういうふうにですね、頭を使ってやっていけばですね、意外に受かってます。だから僕も頭は良くないんですけど、こういうふうに、まあ、なんかロジック立ててちゃんと勉強したり、まあ、そういった通り、ミスノートを作らずにテキストにメモ書いたりですね。で、この答案練習も ABC 管理したり、あとリターンアプローチですよね。どういうふうにやればこの試験は受かるのかって理解して、答案練習本番ですね、解いてますんで、まあ、ちょっとね、そこ参考にしてみてもらったらと思います。はい、まあ、この試験は本当に限られた、みんな限られた時間内でこの膨大な範囲をこなしてきますんで、もうこれ愚直に成功法則をやった人が受かってね、合格して、まあ、公認会計試験合格できるようなものになってると思いますんで、よくね、ちょっとたまに質問来るんですけど、非常識なんちゃらとかあるんですけど、もういいです。もう常識的に、まあ、我々がね、言ってるとか、まあ、やっぱ、タックとかの専門学校ね、プロが言ってる話をね、ちゃんと受け止めて、まあ、やればね、こうやって僕みたいに受かりますし、本当に全然底辺の人間だったんで、受かりますんで、まあ、自信持ってね、やってください。もう与えられたテキスト、信じた自分のテキストと答案練習だけをひたすら信じてやり込む。もうそれバイブル、もう自分の精神的支柱、もう心の拠り所にすると、もう宗教チックになってもいいですよ。もうこれだけ、もうこれがもう全てです。言えるぐらいテキストを汚してください。自分用にカスタマイズしてください。はい、ということで今日はですね、ミスノートはいりませんかというお話と、実際ね、担当式試験、論文式試験、本番の休憩時間中ですね、次の試験の、科目のですね、復習に何をしたらいいですかという、はい、
ご質問に対してお答えしていきました。まあ、でこのチャンネルではですね、こうやって僕の受験時代のですね、まあ、成功体験だと成功法則、まあ、これ汎用的な話をしてますんで、誰でもできるね、話をしますと。であとですね、そうやって僕は本当に凡人だったんですよ。家庭が裕福だったわけじゃなくて、本当にね、普通に、暮らさせてもらってですね、こうやって受験で、まあ、自分の限界突破してですね、で、監査法人4年弱働いて、もう愚直にサラリーマン会計士もやりました。で、まあ、僕はね、そういう生活っていうか生き方よりかは、自分でね、人生歩みたいなと思って、まあ、26歳という若さですね、東京にもう一年発起で今の会計事務所を開業してですね、今では株式会社マレーシアにも海外法人持ってるんで、他の会社にも CFO として入らせてもらってたりですね、本当にいろいろ自分の人生として楽しませてもらってますんで、まあ、今ね、起業して6年目でこの会計業界というのは10年以上いますんで、まあ、皆さんにお役立ちになるようなお話していければと思っております。ということで、ね、まあ、このチャンネル面白いなと思ったらですね、まあ、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録してください。でこんな感じで小山面白いなと思ってもらったらですね、まあ、Twitter とか SNS でシェアしてもらえたらこれまた幸いでございます。ということで、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。ありがとうございました。